祖父、えー、に吸ってもいいから株式投資がどういうものかやってみると100万円渡されました私は株式投資に関しては無知ですが博之さんの話を普段から聞いているのでこの少ない単純に稼げると思っていませんですが貧乏学生なのでこのお金を何とか活用して生活を達にしたいですそこに対して株式投資を学んでいる風に襲いながらこのお金をうまく活用する方法はないでしょうか <laughs> えっとあの株主優待が出る割とまともなあの会社に投資してみてください例えばえっ、ー、とビッグ ビッグカメラとかが、あの、なんか、株主になると、株主優待券としてビッグカメラで使える、あの、優待券もらえたりとか、で、まあ、マクドナルドとかモスバーガーとかスキアとか、あと、スカイラークもあったかななんか、その飲食店系も株を持ってると、その分の、なんか、あの、食べ物が、その、レストランとかでお店で頼めるっていう株主優待券もらえるっていうのがあるんですけど、ただ、まあ、ちょっと今、あの、飲食店系はコロナがあるので微妙かもしれないので、そんな感じで、あの、株主優待目当てで選ぶといいんじゃないかなと思います。 はい、桐谷さん戦法です、ね、なのでその株主優待券をそのおじいちゃんに見せておじいちゃんこういうのもらえたよっていうの、ね、とをちゃんと勉強してるなってなるんですけどであの株主優待券配る系の会社って株価下がりづらいんですよ。要はその あの、株主優待券狙いの、もうか、その会社の経営とかマジ全然興味なくて、あの、要は毎年毎年来る株主優待券目当てで買ってる人たちっていうのがいるので、売らないんですよ。なので、なんか経営悪くなったとしても株価下がんないんですよ。だって株価見てないんだもん。 あの毎年毎年、モスバーガーの優待券をもらうためだけに株買ってるから、株価が半額になろうと、上がろうと、別に売る気もありません。毎年来る株主優待券を使いますってだけなので、なので結構会社として株価安定したりするんですよね、逆に。なので実はそんなにね、大損もしないんですよ。株主優待券を結構頑張ってる会社って。なのでそういうところに手出すといいんじゃないかなと思います。